松島湾の湾口部の空撮。写真中央部に見えるのが浦戸諸島。宮戸島の大高森から浦戸諸島方面の眺望。松島四大館の一つで総館と呼ばれる。浦戸諸島は宮城県の松島湾の湾口部にある島諸群である。松島湾南部の七ヶ浜と松島湾東部の宮戸島の中間に位置し、桂島、野の島、サブサワ島。 牧島の有人島と、真花島、大森島など多くの無人島からなる。ほとんど島々は、塩釜市に属するが、諸島生誕の真花島、地蔵島などは、宮城郡七ヶ浜町に属する。松島浦の戸口にあることから、浦戸と呼ばれた。塩釜港と各島の間を、塩釜市営汽船が一日6、7往復運航している。運航経路は、 塩釜観光三橋、桂島、野の島、石浜、サブサワ島、牧島である。運航船舶は、塩地の航船1隻と、浦と塩根の FRP 船2隻である。いずれも可客船で、旅客も貨物も扱っているが、船舶により、積載量が異なることから、テレビ受蔵機、冷蔵庫、大型漁具等の大型荷物の輸送については、 事前の問い合わせが必要である。塩釜市営汽船の他に、桂島野野島間、野野島サブ沢島間には無料の都船がある。日中に船員が詰めており、旗や電話による合図を受けて利用できる。また、水上タクシー、アッシー君、八ヤチヨマルがあり、電話連絡の上、随時利用できる。ありがとうございます。